はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、明けましておめでとうございます、龍です。本日なんですが、流星デッキやっていきましょう。流星デッキね、かなり面白い動きしますね。僕は個人的にめちゃくちゃ好きなタイプのデッキです。これどういうことできるかっていうと、なんか効果めちゃくちゃいっぱい書いてあるんですけども、簡単に説明すると相手ターンにシンクロします。はい、まあクリストロンみたいなね、クリストロンとか、クリアマインド、あれよ、フォーミュラシンクロみたいな、ああいう動きするんですけども、相手ターンにシンクロをして、で相手ターンにシンクロ召喚に成功したら何するかっていうと、この招福っていうやつが、まあ、エースモンスターなんですけども、なんとですね、相手のカードをですね3枚バウンスします。はい、招福くんが相手ターンに出てきて3枚バウンスします。やばいですね、本当に。一応招福の効果から説明するんですけども、チューナープラスチューナー以外の源流族モンスター1体以上、このカードがシンクロ召喚に成功したとき、このカードのシンクロ素材とした源流族モンスターの元々の属性の種類の数までヒードのカードを対象にし、そのカードを持ち主のデッキに戻す。デッキバウンス強いです。これがね結構決まるんですよ。これどういう風に出していくかっていうと、まあ、基本的にはこの春芸レベル4、美式レベル2で、ジョクトレベル2っていうこのモンスターを使って、4、2、2でシンクロしていく。で相手の盤面を3枚バウンスしていくと、これが相手ターンにできるんで、相手かなり困りますよ。相手の、しかもこれ春芸とかこの美式くんって相手のメインフェーズまたはバトルフェーズにシンクロ召喚するっていう効果を持ってるんで、こいつらを3枚並べて、シンクロ召喚をしていくという、まあそんな感じのね効果になってますね。でさらに2番目の効果で、一旦に一度自分のフィールドのカードを破壊しながら自分の墓地のレベル4以下のモンスターを特殊召喚するよという効果を持ってますんで、まあこれでアタッカーを、まあ、もう一回用意したりとか、することもできるんで、結構ねこいつが相手に出れば次の回収のターンでワンキルが大体取れるという感じになってます。で、どういう風に3体を並べていくかっていうギミックなんですが、リクルート効果を持ってまして、流星はなんか破壊されたら違う流星出せますみたいな効果が大体全部の流星についてるんですよ。だからまあ戦闘破壊されるか、または効果破壊されるかすると、デッキから違う流星を呼んでこれる、リクルートできるってことはですよ、まあ、例えば蘇生札であるね、流魂の源泉であるとか、あと、新しい新規この流星の具象化っていうこのカードあたりを伏せておけば結構ババって横に並ぶんですけども、具象化がねかなり強くて、一旦に一度自分のフィールドのモンスターが戦闘または効果で破壊された場合、デッキから流星モンスターを特殊召喚するよと。でこれね、別に流星が破壊されなくてもいいんですけども、流星出せるんですけども、これね何枚でもね発動しておけばね、その回数分使えるんですよ。要は具象化が3枚発動されていれば、モンスター破壊されたらデッキから3枚モンスター出てくるっていう、まあ、そういうことなんですよね。だからこれがとにかくキーカードで、このカードを発動しておいて相手の攻撃とか効果で自分のモンスターが破壊された時に、まあデッキからリクルートを、まあ、繰り返していくみたいな感じの、ギミックですね。で横に3台並べるみたいな、結構ねそんな簡単に並ぶのと思うかもしれないですけども、対戦見ていただければ分かるんですけども、結構並びます。はい、で今回、まあ、一応仮面レオンも相性がいいんでね、仮面レオンと春芸が相性いいんで、8シンクロで招福出せるんで一応入ってますけど、まあこれ初手であんま引きたくないから、まあ、一応1枚にしてますね。で罠戦術の使い手っていうこのスキルがね結構強くて、これ罠カードが5枚5種類入ってると罠カードが手札に入りやすくなるっていうスキルなんですけども、これねちょっとデメリットが一応あって、こういうデメリットが、デッキにトラップカードが5種類以上ある場合初期手札にトラップカードが入りやすくなると。で自分の最初のターンのメインフェーズ終了時まで自分はモンスター特殊ができないし、モンスターも稼働できないって書いてあるんですけども、自分の最初のターンから動くことないんですよ流星って。まあ別ですよ、 OCG では天意とかなんかその勇者とかいろいろ入ってるギミックは別ですけど、基本的にリンクスの流星は初手から動くことほとんどないんで、だからこのデメリットがあんま気にならないんですよね。なんでトラップカードとモンスターを両方とも引きたいデッキだったらこのスキルが結構強くて、で、使ってみたんですけどもかなり相性いいと思うんで、俺は今このスキルを押している、罠戦術の使い手流星。はい、早速ねどんな動きをするのか見せていきましょう。かなりねかなりかっこいい動きするんで、デュエルスタンバイ。さあ、お相手の勝ったゆずちゃん来たー、失敗来たー、ちゃんゆず明けましておめでとう、明けおめ。さあどうするんでしょうか、これは何デッキなんでしょうか、幻想ですか、
ちょっと反動これ罠戦術の使い手って言うんだけど、もうちょっとあの罠カード来てほしいなって話あるけどね。トラップカード、罠戦術の使い手っていうスキル、どういうスキルかと言いますと、まあ多分これデッキ解説の時に多分やるかもしれないけど、トラップカードが5種類以上存在している場合、なんか手札にトラップカードが入りやすくなるみたいな、まあそんな感じの、まあ、テキストなんですけども、まあ結構ね修正食らってまして、この辺の使い手系、要は手札操作ができるっていうことですね。なんですが1枚しか来て、ああまあでもまあ悪くないか、悪くはない。一応スコアあるかもしれないんで、スコアあると殴るとプレミみたいな感じになるから、これでいいんや、こうでいいんや。はい、セットカードそんな簡単に割ってこないでしょ相手。狡猾とか打ちにくいだろ、まあ狡猾打ってくれてるんだったら別にいいんだけどね。具象化とか表にすればいいから。サイクロンとか、あ、バトルフェイズ OK、 いいよ。マジ、え、なんかやばいこと起きそう。流星の具象化発動、流星の具象化の効果により、俺は俺のモンスターが戦闘で破壊された場合、デッキから何らかの流星モンスターをリクルートできるぜ。そして春芸の効果も発動していく。春芸くんの効果によってデッキから、これはだから、ジョクト君出しといて、で流星で、亀いいね、亀特殊、ここで、はい、モンスターを特殊召喚、亀特殊でですね、はい、殴ってくる、殴ってきます。流魂の源泉が発動しますと、で墓地からレベル4のモンスターを特殊召喚しますと、はい、で422なわけですよ。これでわかります皆さん、422魔法の呪文、レベル4の春芸とレベル2のビシに、レベル2のジョクトチューニング、クリアマインド、絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだら相手ターンに3枚デッキバウンス、語呂が悪い情熱抱いて、わかんない、こっち、はい、帰ってください。 Get out! Get out! Get out! すげえ、なに？結集やるじゃないか。これがですね、勝負最強盤面ですよ。これ422に揃えて相手なのに3枚バウンスするデッキなんで、はい、おい帰ってきた、おい、つえつえ最強よ。ですね、まあ、とりあえず春芸召喚で、春芸爆破しましょう。で春芸爆破、爆殺、春芸爆殺出してくるのは春芸でよくて、で春芸破壊されたらなんか出してくれるから、で具象化の効果と、一応春芸の効果なんか無効化された時のこと考えると、春芸の効果発動するんですか、はい、で春芸の効果、これでジョクト持ってきて、わかんないですけど、ちょっと前破壊したいんじゃないですか、これ普通にね、はい、とりあえず一旦コーラルドラゴン出そう、はいはいはい、コーラルドラゴン、はい、でコーラル効果発動しますけど、いいですか。あ、ちなみに一応、俊介くんがシンクロ素材になると、あの打点が500上がるっていうおまけついてます。はい、結構強いですこれ。結構この効果でなんかハーピー SC とかだったら3100になってます。はいはいはい、お疲れ様でーす。お疲れした。これが相手ターン3枚新居のパワーですよ。どう流星、組みたくなったでしょ。さあ、お相手の方、劇場開幕 OK、 劇場開幕 OK、 魔界劇だ、いい、俺様の完璧なデュエルを、魔界劇なんか知らんけど、あ、ワイルド、あ、魔界劇なんか、はい、ワイルドホープ、ユニコーン、オッケー、ユニコーンといえば、なんかマジェスティックユニコーンっていうやつ、なんか俺よく知らないんだけど、あれなんで消しちゃったんだろう、なんかやばいの、なんかマジェスティックユニコーンっていうモンスターはどういう風に狙ったのか、ちょっと誰か教えてくれ。俺はその頃遊戯王やってなくて、なんか詳しく知らん。とりあえずペンデラム召喚してきた、いいだろう。デッキスター、オッケー、あ、回復するやつ、あ、オッケー、いいだろう。あのね、
正直ちょっと遅いんだよこのデッキ、あの動き方が先行とか後行とか初手で動くデッキじゃないんで、まあ、とりあえずなんかガン捨てすることしかできなくて、なんかあれだね、一撃の知らねえみたいな感じじゃん。でこうしてでこうしてでエンドですね。これデモンズチェーンはなんで入ってるかっていうと、あのバルカン、あの重心バルカンのコストで墓地を食ったり、あと普通にあの表側で残るんで、小福のコストになれるんで、永続トラップとか永続魔法が結構相性いいんですよ。っていうのがあって、一応まあ一番強い永続トラップ探したらデモンチェーンだったっていう、まあそういうこと。はい、なるほど、やるよ。ビッグスターのモンスター効果発動、ビッグスター OK、 ビッグスター効果で何をビルドにセットできる。これバングするやつかな、バングするやつ一番やべえな、一番やべえ。あ、魔王の降臨 OK、降臨、え、魔法カード発動、あ、自分で割るってこと、大丈夫それ自分でやって、魔王の降臨、あー、そういうことか、ワイルドホープある、はいはいはい、なるほどね。ワイルドホープ破壊された場合、効果でワイルドホープ以外の魔界劇団モンスターを1体持ってくる、 OK、 メローマドンナ、なるほど。で、メローマドンナでもう一回サービス、はいはいはい、OK、 OK、 理解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 、魔界劇団、いいね、この動き強いね、やっぱり。はい、で、メローマドンナ効果で、はい、ワイルドホープ、なるほど、バトルフェーズに入っていく、はい、でバインになる、バインってなる、バインってなる、この手破壊しますよ、大丈夫ですか、具象化ありますよ、具象化、具象化ありますよこれが最強っす、ちなみに具象化、具象化がマジ強くて、これでまあとりあえず一旦、まあ、破壊されるわけじゃないですか。で、具象化効果チェーン1、武将化効果チェーン2で、チェーン3美式効果になるわけですよ。で、美式効果、まあ、なんか適当なモンスター出してくる、美式以外のモンスター出せるんで、まあ、ジョックとで、美式じゃなくて、間違って春芸で、美式、特殊召喚、はい、これにレベル2のモンスター3体でいいのこれ、モンスターを特殊召喚、はい、これね、3体全部ぶち込んでいいやつですね。はい、で、春芸の効果発動します、発動、はい、帰ってください、帰れ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 さあ、相手ターンのバトルフェル中にお前はカードを3枚デッキにバウンスされるぜ。さあ、おーっと帰ってきた、さあどうする、お気持ちはどういうお気持ちですか、今どんな気持ち、はい、武将が来た、で、ギリウスでショックの効果すると、ゲル上の表側表示のカードを1枚爆破することによって墓地の春芸を特殊化していく、ピロン、さあ来い、で、こうして、はい、バトルフェーズ入ります、ゴー、これが流星よ、やっぱね、相手ターンに3枚バウンス決まった時はね、負けない、マジで。そして結構勝負出る対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の勝った、止まる止まる、お前が真の罠にはまる、セットモンスターをセットセットカードを伏せる、セットカードを伏せる、ちょっと愚象が見てないから遅延行為をせざるを得ないかな。ちょっとですね、あのカメレオンくんね、なんかそのこいつとは相性悪いんだよね、美式くんとは。春芸とはめっちゃ相性いいんですけど、守備力0だから、はい、なんか守備力高すぎんだよ、ね、ビスキとかジョクとか、はい、はいはい、ペンデラムスケールセッティング強いな。出たペンデラムコール、これやっぱペンデラムコールとかいうカードやばくね、これ、はい、やばい、なんか3体出てきた、やばいやばい、3体は何が出てくる、UA、 UA、 UA、 ショッカー、 特殊召喚、アンティークギア、バトルだ、どういうこと、モンスターで攻撃、え、こいつモンスター効果発動ねえの、ちょ、え、待って、え、ちょ、わかんない、なんだこれ、え、なんだこれ、え、なんだ、なんだこれ、え、